皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はツイッターに送られてきたこのコースで遊んでいくよ。まだ、誰もクリアしていないコースみたいだな。私が最初の一人になれるように、頑張るよ。早速死んだな。今のところ大ジャンプで届くのかな？どうだろう？結構ギリギリみたいだったな。お化け屋敷だし、隠しブロックがあるかもしれないので探してみます。何もなかったな。責任を取って、ダイブします。別にそこまでしなくてもいいんだぜ。もしかして、甲羅をぶつけて、跳ね返ってきたやつを踏んでジャンプするやつかな？あれをここでやるのは、相当難しそうだな。今度は、甲羅を上に投げていろいろと探してみるよ。甲羅を使ったジャンプをするのは難しいから、その前にできることはやっておかないとな。マリオワールドだと上に投げられるから、結構隠してあるんだよね。お、やったな。マントがあったんだぜ。これを使って上に飛んでみるよ。おっと危ない。助走距離も、ギリギリだな。クッパの炎が飛んできてるから気をつけろよ。さらに上にツタを見つけたよ。念のため、甲羅も持っていこうぜ。あ、ミスった。まあ仕方ないか。とりあえず進んで様子を見てみようぜ。どこかの土管に入れるのかな？お、入れたな。矢印の方に行けばいいな。これはなんだか嫌な予感がするんだぜ。あ、そこの土管に入ればいいのかな？いや、多分ここは外れってことだと思うぜ。あの大量の土管からあたりを探さないといけないのか。仕方ない。やるしかないな。今度はうまく甲羅を持ったまま登ってこれたよ。この辺の仕様は、本家のワールドとマリオメーカーで違うところだよな。ここ、横向きの土管が隠されてるけどなんだかあからさまで怪しくない？確かにな。念のため他も見てみるか。あれ、ここなんだか当たりっぽくない？うわ、上からドッスンビビったな。お、ゴール発見。でも、ゴール前にはクッパがいるから危ないな。孔明さんの中になんかいたけど、甲羅を持ってたおかげで助かったね。ゴールポストの裏にも何か隠してあったみたいだな。トゲとかではなくて助かったんだぜ。たまたま当たりの土管見つけられたけど、かなり運要素の強いコースだったね。それに最初のマントを見つけられなかったら、積んでたかもな。はい、ではいいねして次のコースに行きます。サスケみたいなコースを目指して。おっと、土管からパックンが勢いよく飛び出してきてるよ。このパックンやたらとハイテンションだけど、何かいいことあったのかな？きっとサスケオールスターズでも遊びに来たんじゃないかな。なるほど、それなら私もきっとハイテンションになるな。ハイテンションのまま浮き輪をぴょんぴょんしていくんだぜ。私は浮き輪を見ると、この前の難しかったコースの思い出が、相当あれ、辛かったみたいだな。2時間も同じコースやったの、初めてだったからね。他の実況者の方々は、4時間とかかけてる方もいらっしゃるけど、私たちには絶対に無理だな。うぷ主の集中力は、ワンコ以下だからね。犬の集中力が続くのは5分程度らしいけど、うぷ主はそれ以下なのか。ここ、大砲の弾がいっぱいで難しいね。この先は落ちる床だからタイミングよく行かないとダメだな。よし、ここだ。大砲は避けられたけど、勢い余って落ちていったな。私はサスケってあんまり見たことないんだけど、こんな風に大砲がいっぱい飛んでくるステージってあったのかな？もちろん本当の大砲ではないだろうけど、何か似たようなのがあったのかもしれないな。ニコニコ超会議で、怪獣の鉄骨渡りがあって、下からボールをぶつけてるのがあったよ。これのモデルになっているのも、同じようなものだったのかもしれないな。さて、いい加減そろそろ進んでくれよ。結構難しいんだけど、マリサ何かコツないかな？勇気を出していくしかないな。おお、なんかギリギリだったけど無事にジャンプしてこれたよ。お次はテレサゾーンか。足場が動いているし、ネッチーもいるから気をつけないとな。チビマリオだっていうのが、きついよね。すぐ先の土管からマントが出ているから、早く取って安心したいな。残り時間が少なくなってきちゃったね。ここで慌てると、コースを作った方の思うツボだぞ。落ち着いて進んでいった方がいいんだぜ。天井のところにもトゲがあったね。うまくコントロールしないと進めなそうだよ。マントが何回でも出てくるのはありがたいけど、時間がだんだん少なくなってきているな。あ、やばい、焦っちゃった。深呼吸して落ち着いて、もう一回チャレンジだ。よし行くよ、それ。結局ダメージは食らってしまったな。この先でマントを使うところがないことを祈るしかないね。ツタを。
ジャンプして渡っていくんだね。強制的に小さいマリオにされてしまったから、マントなくなっても関係なかったな。お、なんか足場が見えてきたよ。ドカンと P スイッチ。さすがにあのスイッチは、罠じゃないよな。うん、無事にゴールできたよ。これでお前もサスケオールスターズに一歩近づいたな。私は華奢でひ弱な巫女だから、きっと無理だよ。ガサツで、ズボラで、怠惰な巫女の間違いだろ。では、本日はこの辺で終わります。引き続きコースも募集しているので、よろしくお願いします。